続きまして Cマット個人対抗戦準々決勝71キロ級試合マット11番の赤コーナー初めて工業大学第一高等学校西舘礼選手、青コーナー高山西高等学校三木翔英選手が試合を行っています。試合結果をお知らせいたします。 B マット71キロ級試合番号112番の試合は青コーナー鳥栖工業高等学校諏訪野慎之介選手の判定勝ちでした。この結果諏訪野慎之介選手の準決勝進出が決定しました。ただいまより B マット個人対抗戦準々決勝80キロ級試合番号113番赤コーナー鳥栖高等学校田中正弘選手対青コーナー鳥栖徳丸高等学校村島成田選手の試合を行います。Thank you.
ないですか。あ、こっちが、こっちが行こう。